金箔が吹いてもはげない国産仏壇は島漆器仏壇展の永田光輝でございますえ、12月の11日月曜日 今朝もですね、グーグル先生、熊本仏壇でですね、輪島漆器仏壇、トップ表示でございます。グーグル先生、本当に毎日毎日ありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。えちなみにですね、アメブロちゃんも1枚目表示。これ、昨日う、の最後はですね、これ、花園のお客様に納入したお仏壇の写真でございます。え高さを10センチ低くしてくれといことでですねで、オーダーメイド対応できました。 高さが120になってますね。あの先々やっぱ引っ越しも考えてるとのことでございます。あのここに書いてありますけどですね、大型店ではできないプロの経験できめ細かい特殊可能ができ加工ができます。この道一筋の名物社長、永田光希にお任せください。お客様の夢を叶えますと出ておりますね。いやはい、一つよろしくお願い申し上げます。